い、では次ですね、四季荒市さんの1対南茶さんの刑事をお願いいたします。はい、1P 側が南茶さんの刑事で、 2P 側が荒市さんの1ですね。刑事を1はかなりお1がきついということで、ただ先ほどですね、ちょっと四季荒市さんは木内さんの森を破ったということで、このまま一気にね、振り台を覆していただきたいと思いますね。横連盟が刺さって2ラウンドでなんちゃさんのゲージが選手、さあ第2ラウンド51で払いつけて寄せ、さあ長野刺さって一体ここではあるか、61でなんちゃさんのゲージが援護を寄せ、1人に任せておりますか、ところしてさあここからさあここでとどめを刺し切れなかった、うわどうなってしまうのか、大根でぶん殴られねえが、ただ中段に外国合わせて2ラウンド目取り返していく、さあ最終ラウンド、さあ勝ったのが遅かったのか、横連盟の削りで死んでしまう、勝ったのはなんちゃさんの刑事、おめでとうございます。とゴリアテさんで、次が愛のパーティーさんと、あーそうですね、トーナメントで、はい、はい、ああ、そこそこ、じゃあちょっと、いやいやいや、全然全然、じゃあちょっと、スピノザさんの、スピノザさんじゃない、機内さんの毛利対、ゴリアスさんの伊達ですね、ちょっと行きたいと思います、あ、じゃあちょっと、空いたんで動画台で、せっかくなんで、開きたいと思います、はい、終わる。Sengoku Basara. Rex, your hero. Hi, Hinai-san, no Mori. De, B 側が Goriatsu-san no Date. De, ここで。Yukirin no Kago. Tsune ni wa na te ni.まあ、なんか終わってるような組み合わせに言われるんですけど、まあ、伊達意外と動けるから頑張れば多分相手の3倍ぐらい向かってば勝てるんで、
頑張ってもらいたい。ああ、終わったと思った。終わった。ひないさんの勝利ですね。はい、あ、こっちですよ。はい、はい、はい。戦国バサラ。あ、そうか。じゃあ、ペンの方。そうそう、トーナメント。一輪の加護。常に我が手に。あ、無理。では、1P 側がシリュウさんのダラガツで、2P 側がひないさんの毛利ですね。ダラガツ毛利は、まあ、いけない方の7さんですね。ただ、死ぬわよ、死ぬわよ、わない、俺とわない、まあ、まあ、そこはしなくて、ドラッシュ。Yeah.
死んだので次のラウンド頭からいる状態ですね。はい、抜け。何を言っておる。刺さる。恐れなどいる。恐れなど抱くでない。予定通り逆転していく。おめでとうございます。オーブン皆さん帰ってきた。モーリーでは続いて、決勝トーナメント、決勝リーグですね、いきたいと思います。愛のパーティーさんの真田、なんちゃさんの刑事で、ひないさんのモーリーですね。ではまず、じゃあ売れたいなんちゃさんでいきますか。でいきたいと思います。では最初はグー、戦国バサラ。はい、それでは、決勝リーグの方やっていきましょう。1P 側に座るのはナンジャさんのケイジ、 2P 側に座るのが愛のパーティーさんの真田。ラウンド1、はい、さあ、なんか知らんけど、ちまちま刺さっていたら、体力は3割と出てきた。さあ、しかし、ちょっと追いつく気味だな。さあ、体は、最後は亀横連合、しっかりジャンプで、隙を刺して、カメラを踏んでいく、ここはレッカー。さあ、しかし、追いつかないよ。今回狙ったところに、ちょっと追いつかないよ、今回置いてあった。これは、ちょっと体力差が怖いところ。さあ、これもうちょっと粘りたいところ。ここはしっかりダイブ決めていって、一方選手は南條さんのページ。さあきっちりしている。さあお互いまだ援軍は到着にはまだ程遠い。さあ援軍が来ると真田がかなり怖くなるので、その前にかなりダメージを奪ったところ。さあここは西田。さあここはお互い援軍を呼んでいって、さあ先に到着は真田側。
さっきからユリカードばっか引いてますね。戦国バサラ。はい、では。レッグヨヒーロー。ワンピー側がランチャーさんの刑事、二ピー側がヒナイさんの毛利ですね。さあ、これはまさにですね、勝って一番終わってると言われていたカードですね。ただ刑事側が伸びて今はなんかそうでもないみたいな感じではありますが、まあそんなことはねえよみたいな感じですね、ランチャーさんが。1ラウンド目、ランジャさんのゲージが取っていく。それでは第2ラウンド、さあまだヤニゲも来ていないのでまだ押せるぞ。さあカウンターヒットからしっかり画面足を近づく。さあここでエリアタイプが、さあ今ハイジャンプで受け取って、さあここから2回押して押していく。さあしっかりヤニゲを撃退していく。動きが速い。何をしておる。さあここで目が刺さって、恐れなど抱くでない。これはひどいと新井さんも言っていますが、さあ最終ラウンド、さあここまで来れば頑張っていただきたいところであるが、地上のようにはいかなかった平井さんの毛利、こちらの隣でどうなることかと思ったが、これ押していく。これの王様だった平井さんの毛利、日輪よ昇乱あれ。ゲームオーブ。戦国バサラクロー、レッグヨヒーロー。我が槍日輪のカム、一匹側が常に我が手に、一匹側がいない。もうはい、1回負けたのに上がってきたこのこのクソ、あクソクソじゃない、あの素晴らしい毛利が。でもさ、あなたは結構まあいける方で、まあ7差つかなくて6ぐらいだ。ここからよ、死ぬなよ。これぞ圧が出ない。そこで切った。時は来た。全軍銃撃。死ぬなよ。準備整っております。これは終わっちゃった。これ展開戦、
回転ぼちぼち行きましょうね。この調子じゃ俺様の出番はなさそうだ。あとの群れよ、死ぬわよ。予定どおりラウンド行け。予定通りに勝つのみ。はい、では、優勝はひないさんの毛利ですね。おめでとうございます。はい、では優勝しましたひないさん、何か一言。いやさすがモーリスは強いですね、このキャラ。さあまさに強キャラ中といったそんなコメントでしたね。さあ続いてなんじゃさんの刑事お願いいたします。全国の刑事界の皆さん、モーリーに勝てなくてごめんなさい。さあ勇気を与えなくてごめんなさいと言っているが、ただここまで来たんだからね、しかも1ラウンド取ったんだから、そんなの言う必要ないですね。では、続いて3人おもれか。はい、それではですね、第2回の大会、これで終了したいと思います。お疲れ様でした。